白崎橋は、新潟県東館原郡に阿賀町白崎キッズの、阿賀野川に架かる国道49号の橋町310メートルの桁橋。阿賀野川と下部延長265メートルと、旧道高下橋を部延長45メートルからなり、前車は高4景観連続箱桁、後者は高単純合成番桁2連を採用した。街道は、とを結んでいたが、 津川伊勢は、諏訪峠を経由し、現在の国道49号とはルートが異なる。現在の国道49号に相当する津川、水原間は、阿賀の川沿いの急峻な地形を行くため陶器は、積雪や地滑りのため交通が途絶しかきに、かろうじて通れるほどの道であったため主に、阿賀の川を船で行き来していた。現在のルートの前身は1882年に、 福島県令に就任した三島道常によって改良された若松新潟間のルートである。これは1882年8月に着工し1884年8月に完成を迎え軍道に指定された。その後1920年4月1日に県道として認定され、道路法改正により1953年5月18日に二級国道115号、 新潟平線となり、1963年に一級国道49号となり、同年に直轄区間となった。この区間は当時であっても、断崖や地滑り地帯、落石流れ注意箇所、強小な福音、急勾配、陶器の多量の積雪と悪条件が多く陶器には、交通が途絶する状態であったことから、新潟工事事務所によって一時改築を行うこととなった。 言動は、阿賀野川を溶かせず、川沿いを走るルートであり、一次改築ではこの区間を、岩津橋と白崎橋によって阿賀野川を溶かし、バイパスするものした。白崎橋は、下部港には、ニューマチック系算工法を採用したが、川床は、玉石や天石が混合しており、中空系算では沈下しなかったため中実系算に、切り替えられた。 同時期に施行された釣浜橋では昇板に亀裂が生じたため、水化重工法を開発しこれを採用した。2カ年国債により1967年度に着工し、株高と取付道路を前田建設工業により1967年10月6日から1968年9月15日までの後期で上部製作を 横川橋梁製作所により1967年10月27日から1968年5月8日までの後期で上部高架設を横川橋梁製作所により1968年6月8日から12月7日までの後期で商番校を横川工事により1969年4月12日から8月29日までの後期で施行された。ありがとうございます。